どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらでんいおり使って遊んでいこうと思います。このキャラですね、バインドスキブさん封印持ちで22ターン変身で1ターン変装できるキャラクターです。変色がバインド指封印冬7強6個 L 字持っております。いおり1個だけ文句があって、なぜか覚醒8枠なんですよ。ここだけ納得できない。冬7強8個 L 字プラスで別にいいんですけど、なぜか7強がね、6個しかないんですよね。そう、それが納得できないんだけど、けどまあ、どっちみち火力は高いので、あんまり影響はないです。武器でまあでも L 字武器つけてあげてます。で、スキルが3ターンでループする3ターンスキルで、火、光、回復、お邪魔毒ルーレット1個生成、3ターン指が2倍が3ターンで打てます。このイオリ1体入れてあげるだけで、ルーレットループ、かつ、まあ指2倍がループしますので、これによってパズルがめちゃめちゃ安定するようになります。で、リーダースキルも、神とドラゴンタイプの全パラが 4.4倍、光回復攻撃1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算固定ダメージ持ってくれてます。はい、という感じの性能をしていまして、今のね相方で言うと竜明とすごく強いキャラクターになっています。で、竜明はねパラメーターすごく強いんだけど、コンボ加算も追い打ちもないところが弱点ではあったんだけど、まあ、これをねイオリが補ってくれていて枯れ込ませるということで、今日はこちらの遠征使って遊んでいこうと思います。編成こんな感じです。はい、まずは、リーダーから紹介していこうと思います。リーダーこんな感じで挑戦です。バインド遅延2つ、アシスト無効回復に雨粒武器継承ですね。はい、でからのリーです。遅延4つ闇軽減プラスにこちら前田武器継承です。そしてこちらユーディアスです。浮遊上限解放にロイヤルノンチャラス武器継承ですね。ロイヤルノンチャラスは武器でも強いです。でポロネ、お邪魔耐性に回復強化、そしてラジャー武器継承からのこちらイオリです。遅延4つ悪魔キラーにイオリ武器継承です。こちらリーダーチェンジして使っていきます。76リーで76イオリで使っていきます。でフレンドはね、遅延4つ悪魔キラーの竜明に、火力武器としてジョジョじゃないです。はい、こちらジョルのジョバーナ武器継承ですね、っていう感じになっております。今日はこちらの竜明とイオリを組み合わせて強調で遊んでいこうと思います。こいつらめちゃくちゃ相性良くて、しかもイオリで火力ね無限に出していけますので、今日はこちらの遠征使って遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層、とりあえずリー打ちます。はい、リー打ってあげて、ポローネ打ってあげて、イオリ打ってあげて変身していきます。からの雨粒に2ターン変装でリーもリダチェンしていきます。からの竜明変身、そしてユイアス継承のロイヤル武器打ちます。からの変装でイオリ上げ直してあげて、これでルーレット開始で繋ぐっていきましょう。ちなみにイオリルーレットはね、火、光、回復、毒、お邪魔というねわけのわからんルーレットをしてますが、まあ、単純に生成としては弱くはないですね。まあわけはわからんけど、でこの編成は基本的にルーレットを生かして出し回っていく編成になるので、まあ、光回復以外の色をね毎ターン全力で消してあげて、常に光回復を組んでいきます。で全て5消しで組んでください。はい、で他の色は平積みコンボで OK です。盤面悪い時は竜明が打てます。はい、まあ、ただ竜明はねその指延長2倍4コンボ加算6解除生成があるんだけど、イオリの指延長消しちゃったりするので、まあ、タイミングを考えて使ってください。本当は挑戦打ち合わせるとかやめてください。時間もったいないんで OK、気をつけていきましょう。ミスはしゃあないんで。でね、こんな感じで L 字2個組んであげるとバカ火力高いです。というよりね、ワンパンしたい階層とか後半になってくると基本 L 字2個、光 L 2個プラス回復を組んでいくイメージになるんだけど、回復力も超高くて、火力がこんな感じ、竜明が21億6億19億とか出せるので、まあ、かつユーディアスの火力も含めながら殴っていきます。あ、ユーディアス火力どんなもんなんだろう、まだ見てないの。UDS の火力見てみるか。一応上限解放ついてるんだね。この編成は、イオリ、ユーディアス、竜明の力で殴っていく編成で、3階層はユーディアス打ってから倒していきます。まあ、とりあえず一旦全力コンボしてあげて、一回ちょっと本気出してもらわないと、ちょっとさすがにね、この後視聴者怒っちゃうから。はい、11、12、13、14、いいね。ディア？ディア？42億、10億。いいですね。イオリと竜明はカンスト。いいですね。いいんだけどって感じ。はい、で続きまして4階層です。ポルネ打ちましょう。ポルネ打ってあげてダブル急所殴っていきます。 OK、 盤面悪い、ここは竜明打ちます。こういう時の竜明ね。あ、そっか、一応さあれじゃん、回復のゴゲシもさリーダースキルの発動条件入ってるから、イオリの
これでさらに火力上がるやんね。そうじゃん、これ組んであげると回復の4ゲシで、回復の5ゲシでも火力上がるから、これで15コンボ組んであげるとワンパンできそう。んー、ナイス、倒していきます。オッケー。あ、そっか、強調のボスって闇属性だもんね。ユリアスの火力化だから入りやすいのか。はい、5階層です。ここは前田武器打ってあげて殴っていきます。耐久力足りないんでね、前田打ちましょう。で、イオリ打って殴っていきます。トゲはね、そんな気にしなくていいと思うよ。まあ、76だからってのもあるし、ん ?76 だからじゃない。回復力高いのもあるしね。よいしょ。こんな痛いわけじゃないから。うん。いいっすね。これでしっかりと11コンボ組んで殴っていきましょう。なんで今こんな回復力高いんだろう。誰の力これ。あ、前田武器かな。だから。そうですね。前田武器で回復力上げてから殴っていける。前田武器とても偉い。あ、でも、いよりも指はめっちゃ長いので。で、こんな感じで、そのいよりのルーレットって、清水清をすぐに光に変えれるので。だから結構ね、単純な光生成要因としても、いよりのこのスキルの生成ルーレットのはすごく強いから、そう。清水清がすぐに光に変わるんですね。そう考えたら結構強いやんね。だから使い勝手はかなりいいです。はい、いよりルーレットは。で、6階層です。ここは、これで残り3まで貯めてから、ユーディアスで倒していきます。なんか、生命を与える溜まってるんだけど、何これ。生命与えるか。生命与えます。生命を与える。からの、L 字組んで殴っていきましょう。いきます。ちなみに、木はね、遅延食らうんですごく耐久が下っちゃうんで、外れキャラですが、かといって負けることはないですね、この編成が。はい、LG、LG。LG、LG じゃないけど、こけし、してあげて、からのリディアスの無効貫通でワンパンしていきます。ナイス。さあ、続きまして、7階層です。イザナミってなんだっけ？これで、L 字 ×3 プラス 1C 組みます。で、7コンボ組んであげて、さあ、これでポロのダブル吸収生かして倒していきましょう。このパズル普通にむず。何するか分かってないと絶対事故るね。まあ普通に分かってれば全然事故らんけど。ガチ改造です。ここは1ターン待ちます、当然って感じ。これで回復エールも含みながら、光エールも含みながら12コンボ組んで殴っていきましょう。13コンボです。あ、やべ、挑戦が。まあいいか。9改造です。ゴエモンはユーディアス使って倒していきます。はい、オッケー。耐久終わったんで倒していきましょう。ユーディアス打ちます。からのイオリ打ってあげて、絶対に盤面にお邪魔毒を残さずに倒していきます。ここでお邪魔毒残すと次の階層シャイターン即死 GG アイザイマスなんで、絶対ダメです。オッケー。ゴゲシ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 の4セットかつ12コンボ組んであげて、さあ、これでしっかりユーディアスでワンパンしていきます。ナイス、軽く突破していきましょう。さあ、続きまして10階層です。タナトス、タナトスは タナトスは十字組んであげて、カウントダウン残り1でポロネット倒していきましょう。で、4コンボ減少されてる中で10コンボ組む必要あるので、結構むずいっす普通に。なので、まあ、怖かったらルーメ打っていいっすね普通に。なので、イオリ打ってこれね打ちます。で、ぶっ倒していきましょう。あ、で、突破時前田武器必須です。前田武器打ちましょう。完璧じゃないこれ、正直。いくよ。さあ、これでもう五消しの嵐、11コンボ最高で、しかもこんだけ五消し入れてあげたので、オッケー、ワンパンです。倒していきましょう。前田武器あれで突破していきます。さあ、そして、マシンヘラです。ここは、イオリ、ポロネ継続で倒していきましょう。あ、で、ごめん。ここで初手イオリ打てるように本来は調整しといてください。忘れてました。完璧じゃん。
最高ご下司5セットの10時までいらっしゃいませ。10時までいらっしゃったらいらっしゃいませ、突破していきましょう。ナイス、オッケー。これ本当に30秒パズルしてるからみんなに見せられないんだけど、このパズル時間まずい。僕はユーディアス打ってワンパンしていきます。もう絶対ポルノなんて打ってらんねえ。ユーディアス打つぜ俺は。これ以上のグダグダパズルはみんなに見せられん。グダグダパズルっていうか、まあ、パズルもグダグダだし、何より耐久ってもうどうしようもできないグダグダだもんな、マジで。 OK、 これで回復作ってあげて、はい、これのまあ4セットですね。あのまあヘラがちょっと異常なだけで、全然こいつとか4セットで十分倒しきれるので、光エール含んであげて、こんな感じでワンパンしていきます。ナイス、回復忘れてるけど100万 HP は大丈夫。シェヘラオーマイガー、いけるよ、大丈夫だよ、より打つよ、打っていいよね、うん、こいつ別になんもないだろ。よいしょ、言います。別に柔らかいからね、確か俺の勘違いじゃなかったらこいつは柔らかいはず。これで回復5ゲージ2セットプラス光エル2セット含んであげて12コンボです。これで十分持っていけるはず、一発で半分まで。ナイス、オッケーオッケーオッケー。であとは4セットもう一発組んであげてぶっ倒していきましょう。そんなうぜえことはしてこなかっただろう多分。うん、全然いいよ、オッケーオッケーオッケー。もう一発いきましょう、殴ります。指30秒あるんだよね、とにかくこの指を生かさん選択肢はない。このルーレット位置めちゃくちゃ快適だな、なんか乗り心地いいっていうか気分よくパズルできるね。はい、これで光エール2セットプラス回復エールも含んであげて、 L 字2セット含む5消し4セットでしっかりと突破していきましょう。ユーディアスで突破です。 OK、 さあ続きまして14階層です。ここはワンパンしていきます。 14C 難しいならルーメ使って OK です。まあ、うん、打っちゃっていいっすね、竜明打ちましょう。あ、打った方がいいっすね、竜明のアシスト貯めるよりも、まあ竜明使った方が強いので使っちゃいます。はい、あ、もうレシートに記載されてる通り使っちゃっていいっす。ちょ待って、さすがに竜明使って 14C ミスるはやばいからね。OK、 これでしっかりと光エール2セット含みながらの回復音消し2セット含んであげて13コンボからの4コンボか37コンボです。で、相手も闇属性なんでちゃんと火力も入ってるんでワンパンできます。こんな感じで倒していきましょう。 OK、 さあ続きまして15階層です。3パンしていきます。はい、ぶん殴っていきましょう。 OK、 じゃあここも3パンのイメージなんで、まあイメージとしては、まあとりあえずこの光になったタイミングでイオリ打ちます。はい、とりあえずまず光のエール含みましょう。よいしょ、さあこれでさあ行くよ、回復、危な、回復回復回復で、これをこっちに輸入します。輸入完了、はい回復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 、回復、はい次、はい回復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 、回復、これでどうです、どうでしょうか。9コンボやないかい、ナイス落ち込む。11コンボ入れて殴っていきます。竜明とまあイオリの火力とで、まあいい感じに削りましょう。あ、終わった。 7.5 秒、7.5秒、無理や、絶対に無理や、俺には絶対に無理。わあ、終わった。ユーディアス打っていいか、打っていい、許可する。これで光エールプラス回復エール含みながらの、もうユーディアスの無効感も含みながら、これでもう一発殴り、オッケー。これで指現象から一旦解放されるのって痛い。
あとは回復だけしっかり含みながら L 字3セットの殴っていきましょう。さあこれでしっかりと回復5ゲシと光 L2 セット含んであげて11、12、13、しっかり回復入れてあげて3パンしていきましょう。危ねえ、なんとかなった、奇跡起きた。危ねえ。で前兆がです。お前前兆がっていうの名前初知りんで、ここもまあひたすら殴っていきましょうか。まあちなみに必要なら龍面も打てますので、龍面を打ちながら殴っていきます。ちょっと龍面打っちゃおう。でイオリ打ってあげて、まあちなみにイオリね、たまにルーレット消されちゃうので、そこのために龍面かイオリかどちらかのスキルが残ってる方がいいですね。ルーレット消されてもまあ死ぬわけじゃないんですけどね。万が一回復4ゲシも組めなくてルーレットも消えるみたいな盤面が続いたら終わりなんで、ここがちょっと不安要素かなって感じです。はい、まあどうでもいいですね。とりあえずこれで殴っていきましょう。12コンボです。イオリ打ったターンにルーレット作られない限りは基本大丈夫なんで、うん、まず一発これで殴ります。うん、いいっすね。もう一発殴りです。 UDS 使ったターンが1万削れるので、はい、 UDS 打ちましょう。あ、てかこのボス2兆組こうか。そういや、あとそれうざいな。いきます。まあ 5セット目指して殴っていきましょう。うん、これでいいっすね、十分。これで回復の5ゲシ2セットプラス光の L 字2セット含んであげて13コンボです。さあこれで殴っていきます。いいね、 OK で一発殴りからのユーディアス溜め直していきましょう。ここから3ターン耐久です。はい、だるいけど3ターン耐久していきます。こればっかりは仕方ない、割り切っていきましょう。どんぐらい殴るべきでしょうか。わかりません。どんぐらいいけばいいんでしょうか。なので一旦まあちょっとなんか奇跡に任して、なんか龍鳴とかイオリとかの副属性とか全然ダメ。全然ダメ。ユーディアス打ちます。はい、もうすぐユーディアス打ちましょう。このルレッター残しながらいきます。利用しましょう。いきます。これで回復の5ゲシ2セットプラス光のレジ2セット含んで、かつユーディアスのダメージ無効を含んで、かつ前田の経験がある状態で半分まで持っていきます。はい、これで OK です。 OK で半分自攻撃耐久からのしっかりイオリ打ってあげて甘津打ちます。これで回復エンハンスです。回復も楽勝で足りますので、これでもうトゲごといっちゃいましょう。このターンのこの編成の回復力なんてもう化け物なんで本当に。ちょ待って、マジ見てて、今不安になってる人見ててね。いくよ。はい。はい、一瞬810万回復。やりすぎなんだよ普通に。いいです、もう一発殴ります。はい、盤面ロック解除してからの方がいいな。龍鳴打っていいです、打ちましょう。今日の動画史上一番どうでもいい話なんですけど、あの僕はこのルーレットの位置好きじゃないです。ちなみに世界史どうでもいいですね。さあこれでいきましょう。はい、これで光エールとか回復エールとかいっぱい含んで12コンボです。まず一発殴っていきましょう。16コンボ、 25% 程度削っていきます。いい、軽くないぞ。ここからユーディアス貯めていきましょう。オッケー、じゃあここでラスト龍鳴からのユーディアス打って倒していきましょう。ちょっと盤面荒れる可能性があるので、まず一発ラジャー打ちます。はい、でこれであとはもうユーディアス打ちましょう。行くしかないでしょこんな。さあラストパズルやっていこうと思います。ちょっとパズル難しいけどね、頑張りましょう。え、ちょズルしていい？行きます。お前らが納得できないかもしれないけどズルします。ちょ待って、ズルズルむずくね。待って、ここに来て気づいた、ズルむずい。 L 字組まないわけにいかないもんね。なんとかしてこれをゴゲシにできませんか。できました、最高じゃない。はい、これでラスト6セット組んであげて
最強じゃない？ジオンコンボ組んで、さあユーディアスの無効貫通の力でしっかり突破していきましょう。ということで今回ですね、イオリとルメを使って強調攻略する動画でした。まあこいつら二人めちゃくちゃ相性良くてね、イオリがね、まあ無限に火力出せて、ルメも相方としてすごく活躍できるんでね、まあぜひこの二人持ってる人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。